京都大学体育会公式野球部は、京都大学体育会の一クラブ。京都帝国大学創設時からの運動部の一つで、あり、2018年創部120周年を迎えた。関西六大学野球連盟、刑事大学野球連盟を経て、現在は、関西学生野球連盟に所属する。京都大学の学生によって構成されている。ユニフォームの表記は、京都。 また野球帽のロゴ DB やグラウンドコートのダークブルーは京都大学体育会のカラー、納生にちなむ。これはオックスフォード大学、ケンブリッジ大学のスポーツユニオンカラーを1926年に京大体育会、東大運動会がそれぞれ採用したことによる。1898年。大正13年度の京都帝大野球部2000年秋、リーグ以来、 関西学生野球連盟リーグでは再開を動いていなかったが、2019年秋季リーグで再開を脱出、初の4位となった。旧関西六大学野球連盟時代の1934年、秋、1939年秋の2度リーグ優勝している。関西大学野球連合が結成された1962年、秋のリーグ戦で再開となり、 大阪商業大学との入れ替え戦に敗れて、下部組織の刑事大学野球連盟に降格。刑事リーグでは、翌1963年秋から1967年春まで8期、連続優勝。1968年春も優勝するなどしたが、関西大学野球連合が存続した1981年までの間に再び一部復帰を果たすことはなかった。 1982年から、関西学生野球連盟に所属。関西学生リーグでの最高順位、最高勝ち点、最高勝率は2019年秋の4位5勝7敗、勝率417勝ち点に年間では、2019年が7勝17敗で、最多勝ち。京都市佐京区吉田二本松町、京都大学吉田グラウンド。 京都新聞2018年11月18日、長官総部120年290人祝う、兄弟公式野球部が、式典記念式典、兄弟野球部120年祝う現在36期、連続再開毎日新聞毎日新聞2018年11月17日、兄弟初のドラフト指名、田中英介は、ロッテ2位、西部の騎士タイプ。 スポーツ日本2014年10月23日配信 AB 地下だ王氏が JR 西から兄弟野球部へ出向し助監督に日刊スポーツ2020年8月28日配信ありがとうございます